市ヶ谷亀岡八幡宮は東京都新宿区市ヶ谷八幡町にある神社。歌川広重、名所江戸百景に見る市ヶ谷八幡あたり神社は、大田道館が文明十一年、江戸城追記の際に、西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分娩を祀ったのが始まりである。鶴岡に対して亀岡八幡宮と称した。当時は市ヶ谷五門の中にあった。 しかし、その後戦火にさらされ荒廃していったが、江戸時代に入り、寛永十三年頃に、江戸城の外堀ができたのを機に現在地に移転。市ヶ谷亀岡八万宮は三大将軍、徳川家光や継承院などの信仰を得て、神社が再興された。江戸時代には、市ヶ谷八万宮と称した。境内には茶屋や芝居小屋なども並び人々が行き交い、例祭は、 江戸市中でも華やかなものとして知られ、大いに賑わったという。その後明治に入り、神仏分離令により、別当時であった東園寺が廃寺となり、芝居小屋などは撤退し樹木が植えられかつての賑わいは、なくなっていった。その後、1945年に、第二次世界大戦による戦火により、神木なども含め、消失。1962年に、現在の社殿が再建される。 現在でも、地域の人々などから信仰を得ている。市ヶ谷亀岡八幡宮の祭人は、本田別名、沖縄たらし姫の村、与え登る姫神。茶の木稲荷神社は、稲荷大臣。東京市牛込め区1930、P545、AB 江戸名所税1927、P457、ABCD 新宿区。ありがとうございます。